田ゆっこです。ひでゆきです。持ち家派、賃貸派、語り尽くしますの巻。はい、今日はこの話題で話していきましょう。まあ、これはね、いつものなんかね、今日はこれだからこれでこっちの方がお得ですみたいな感じじゃなくて、どっちがいいんだろうなっていうのを僕たち二人でね、話していくっていう回になっております。で、僕たちはですね、賃貸のマンションを借りて住んでいたこともありますし、今はですね、このマンションを買って暮らしています。なので、どっちもね、経験してるんですよね。で、そんな僕たちがどっちがいいんだろうなっていうのを今日は話していこうかなと思います。ではね、突然ですけど浜一子さん、持ち家と賃貸どちらがいいでしょうか？私は持ち家派です。おお、またそれはどうして？持ち家の方がいい物件が多い。ああ、まあそれはわかりますね。うん、うん、それは具体的に言うとどういいんでしょうか？なんか、うん、やっぱり家の作りがしっかりしてる気がするね。賃貸の物件はなんかちょっと壁が薄かったりするイメージがある。ああ、まあわかる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 、うん、あれをね、あの賃貸って人が出て行った時にやっぱね、変えないといけないと思うんですよね、壁紙とかね。うん、だから設備がやっぱ安っぽいっていうか、うん、うん、で、まあ、このね、買うと、この分譲のマンションとかだとやっぱね、設備がいいよね。うん、床のフローリング材とかもちょっといいやつを使ってる気がする。うんうんうん、あのほら、お風呂とかの排水口にさ、こうついてる部品あるやん、うん、あれもなんかね、クオリティ高いもん、なんかそうだよね、うん、なんかね、あの賃貸とかだとなんかおもちゃみたいななんかやつがね、こうついてるけど、うん、分譲マンションとかだとなんかちゃんとしたやつがあるから、うん、あ、なんかちゃんと作ってるなって思った俺は、うんうん、まあそんなね、僕はなんですけど、うん、僕は賃貸派ですね。おお、なんで？はい、僕は賃貸がいいなって今は思ってます。おお、まあ、なんでかなんですけど、やっぱりね、ローンですよ。うん、うん、あのそのローンなんですけどね、これ、まあ、僕がねローン組んでるんですよね、うん、なんでもしね、僕たちが別れて浜ゆっ子がねどっか行ったとしても、浜ゆっ子はね責任がないわけですよ、ローンの、うん、でもね、このローンはね僕にねのしかかってくるんで、僕は責任があるわけですよね。やっぱり、ね、そういうのちょっと思ってしまったりするんですよね。で、なんですかね、あの、まあ、僕ね、あの仕事はね好きな方なんですよ、うん、なんですけど、ただもし仕事をね今辞めてしまったらローンがね払えなくなりますよね、うん、なので、まあそれってやばいじゃないですか、うん、ローン組んでなかったら、例えば田舎のすごい安いところに住むとか、うん、実家に逃げるとかできますよね。そんなことをするつもりはないんですけど、もし万が一はこうやって逃げることができるっていうのが、そこに安全がある中で、それで仕事をするのってやっぱ気が楽じゃないですか、うん、で、ただ単に好きだからやるっていう感じで仕事できますよね。でもこの仕事をしないと生きていけないと思ってやるのって、やっぱちょっとね、肩の荷が重いっていうか。確かに、家を買ってローンを組んでみて、やっぱね、そういうプレッシャーがあるわけですよ、うん、まあ、そのプレッシャーがちょっとね、まあ、しんどいんで、うん、うん、だったらやっぱりね、賃貸の方が気が楽でよかったなってちょっと思ってしまいますね、うんうん、家を一括で買うぐらいの資金力を作って買えば、まあ、気が楽かもしれないですね、うんうん、僕たちはねローン組んで買ったので、そこがねちょっとね今僕のプレッシャーになっています、うん、でも私もね、ずっと分譲じゃなくてもいいよって思ってるよ、うんうん、ただね、僕たちは家を買うときにちょっとね注意したというか、気を使ったことがありまして、うん、まあ、それは何かっていうと、いつでもこの家を売って、で売り逃げできやすいとこを買おうと思って買いました、うん、で例えばね、どういうことを考えたかっていうと、まあ、立地が良くて、でそれで有名な場所 でそれで中古、うん、まあ、これだけはね気を使いましたね、うん、で、まあ、いろいろ見てて候補に上がったのは三茶とか中目黒とか恵比寿とか、うん、まあ、その辺は候補でしたね、うん、でも何軒か家見ましたよね、うんうんうん、で、まあ、この中目黒にしたわけですよ、うん、立地がいいと人気があって、まあ、すぐ売れるじゃないですか、うん、値段も高くなりやすいですし、まあ、それでね立地がいいとこ探してたんですよね、うん、でうちはですね、ちょっとね具体的な場所は言えないので残念なんですけど、うちに来たことある人とかは
ここすごいリッチいねみたいな、何ここみたいなこんなとこに家あるみたいな、うん、すげえみたいな感じで言ってくれるんですよね、うん、まあ、それぐらいリッチはいいとこに買ってるんで、多分売ればねすぐ売れると思うんですよ、うん、まあ、だから何かあれば僕らはもうすぐ逃げるつもりでいるんですよね、うん、であと中古なんですよ、ここは、うん、中古で買ってたんですけど、なぜ中古かって言いますと、新築ってあの購入金額の中に宣伝費とか入ってるんですよね、もともと。で、宣伝費とか入ってるんで、そのマンションを買った瞬間に価値が一気にガーンと下がるんですよね、うんうん、まあ、宣伝費が含まれてるんでその分下がるじゃないですか、うん、なので売り逃げしようとした時にその下がった価値の分だけ損しやすいわけですよ、うん、ただ中古だと宣伝費が入ってないというか、もう価値がもともと下がってるんで、うん、その買った時から価値が下がりにくいんですよね。うん、まあ、そういうのもあって僕らは中古を探してました、うん、で僕らはね、あのね、ちなみに買うかもっていうところで探して買いました、はい、そういうねマンションとかすごい詳しくていろいろ買ったりやりくりしてる人からしたら買うかもってそれ得できなくねみたいな感じで思われるかもしれないです、うん、まあ、この買うかもはね別になんかねマンションを買って得してやろうとかそういうのを狙ってる人は向いてないかもしれないんですけど、うん、見せ方がうまいんですよね、うん、おしゃれなマンションとかすごいこうずらーって並べてて中古のマンションをリノベして売るみたいなとこなんですよ。おしゃれなリノベ中古物件がたくさんずらーっと並んでて選びやすかったよね。ね、うん、うん、選びやすかったです、うん、いろんな意見があると思うけど私も持ち家派って言ったけど一生持ち家派とは思ってなくて、例えばこの先私たちに子供が生まれたらこの部屋だとちょっと狭いじゃない、うん、見ての通りこのぐらいしか部屋がないんですよ、狭いんですよ、うん、そしたら子供と3人ぐらいで暮らせるちょっと広い家に引っ越すためにここを売るとかして、でその子供が巣立ったぐらいにまた分譲に戻ったりずっと賃貸でまた2人で暮らす部屋に移り住んだりっていうのはしてもいいかなと思ってる。まあまあそうやね、うん、うん、そうですね、うん、まあ、なんであれですよね、ライフスタイルがやっぱ変わるんで、うん、まあ、そういう意味でもねずっとねこの家に住むっていうのはなかなか難しいですよね、うん、で、まあ、家を買うってなったら大抵の人はそこに、ね、長く住もうと思うと思うんですよ、うん、ただライフスタイルはね必ずみんな変わっていくので、うん、まあ、そう思うとやっぱね僕はね賃貸の方がね気楽でいいと思うんですよね、うん、まあ、僕らは家を買いましたけど、まあ、買った上でライフスタイルが変わったら家を売ってそれで家も買いていこうみたいな感じで思ってるので今ね買ってるわけですけど、うん、まあでもねなかなかね家をね売ったり買ったりとかってね普通の人はしないじゃないですか、うん、めんどくさいですし、うん、まあ、だからおすすめできるのはやっぱり賃貸なのかなって僕は思いますかね。うん、うん、そっかそっか、うん、どうしても家を買うのが憧れっていう人は買うのがいいんじゃないですかね、うんうん、特にそういうこだわりとかなくて、なんですかね、なんか例えば会社の上司とかにもう君もそろそろ30だろ、家を買って立派になりなさいみたいなことを言われたんだったら、まあ、それはね嘘なんで家を買っても立派にはならないんでね、うん、はい、それは無視して賃貸でいいと思いますよ、うんうん、ちっちゃい頃からね自分の家を持ってね、で自分の城を作ってでそこにね住むみたいな、そういう憧れがある人ぐらいしか、うん、買わなくていいんじゃないですかね、正直。そうだね、うん、確かに、うん、家で買うもんじゃないよね家は。家で買うものではない、うん、人に言われて買わなきゃいけないものでも全然ないと思う、うん、なんかすごい家の内装とかにこだわりがある人とかはあの新築買うんじゃなくて中古買って自分でスケルトン物件っていう工事中みたいな物件買ってリノベを自分で考えるのとかは楽しいかもしれないね、まあ、内装はねもう作れるんでね自由に、うんうん、別に新築じゃなくても綺麗な感じに作れるわけですよ、うん、だってこの家見てくださいよ、綺麗に見えません、うん、なんか新築みたいに見えません、うん、でも実はうち築50年ぐらいのマンションなんですよここやばくないですか。でも家めっちゃ綺麗に見えませんこれそうだよね、こんな感じできるんで、うん、うちはねあのリノベ済みのマンションを買ったんですけどね、うんうん、でまあこんな感じにね自分でやろうと思ってもできるわけですから、うん、まあもし買うんだったら中古がいいんじゃないですかね、うん、まあなんかねあの新築じゃないと生理的に無理みたいな人もね、まあ、中にはいるんで、うん、まあそういう人はしょうがないですけどね。いるよねやっぱ新築じゃなきゃダメとか、うん、あとはあの一番屋上の階じゃないと嫌だっていう人とかもいるよね。ああいるね、うん、うん、まあそうですね、そういうこだわりがある人はねそれでいいと思うな、うん、まあそうだね、うん、あとはね予算とね兼ね合いで、そうだね、うん、あのなんか並べるといいと思う、あの自分の欲望を。
一番は何だろう、オートロック、うん、2番は角部屋とか、3番は屋上とか、うん、4番はあのお風呂を沸かす機能が欲しいとか、うん、そういうの並べて、で予算を見て、これをなくしたら100万減るのか、うん、減らそうとかさ、うんね、できると思うし。そうだね、うん、例えば南向きじゃなくてもいいとか言ったらちょっと安くなったりするわけじゃない、うんうん、で女の人とかだったらさ、日焼けしたくないから南向きじゃない方がいいっていう人もいるかもしれないし、そうしたら結構ラッキーだったりするよね、うんうん、そうですね、っていうなんかそういう条件がいろいろね、外せるものをいっぱい外していくとすごくいいかもしれないね、うんうんうん、そうだね、うん、結局どっちなの、賃貸がいいの持ち家がいいの？まあ賃貸かな、まあ僕は賃貸がいいと思いますね。で賃貸が良くて持ち家買うなら、なんか一応売れる物件を意識したらいいんじゃないかなっていう結論かな、私たちの。まあそうだね、まとめは、うんうん、なるべく損をしないように買いましょう的な感じ。そうだね、うん、何が起こるか分かんないからね、うんうんうん、まあ、よっぽどこだわりがある人は、まあ、もちろんね新築買ってもらえばいいですし、うん、もう自分の思うままに作ればいいと思います、うん、まあ、あとはお金がもうね、あれ余ってて困ってるって人はねもう好きにしたらいいと思うんですよねそうだねまあ そんな人はねこの動画見ないですよねこんなケチケチしたポイカって見ないと思うんでわかんないよ、お金持ちの方がケチケチするっていうからね、すごい億万長者が見てくれてるかもしれない。あ、そっかそっか、アラブの大富豪が見てるかもしれないよ。じゃあライブ配信したらスパチャしてくれるかな大富豪が、うん、1億ぐらいポチってしてくれるかなしてくれるかもしれないね , 笑える、うん、はい、というわけで、今日は持ち家派賃貸派というお話をお送りしました。濱井子と秀幸がお送りしました。チャンネル登録、そして高評価ボタンお願いします。あなたのいいねが私たちの動画作りの励みになります。またね、バイバイ。バイバイ。